メーフェル動け。あれは闇の波動だ。あのスタがウルトラマンの全身を追いつくした時、ヒメアの命の光は完全に消えうせ、その瞬間奴に同化していた光はこの終焉の地に解き放たれる。俺はその光を奪い、無敵の超人となり、世界を思うままに動かしてやる。より高き者、より強き者、より完璧なる者として。セラ、ジュン、素敵な写真撮れた？俺は人が生きる姿を、その意味を撮りたかった。だが俺が撮ったのは人々の死の瞬間だ。最低だよ。俺は君に導かれ、光の力を得た。君が俺を呼んだのか。そして誰かを救うために戦い続けた。力を与えられたこと、それが俺に対する罰だと思ったから。ボロボロに傷つき、一人孤独に死んでいくことがせめてもの罪滅ぼしに違いないと。でもそれも終わった。ジュン、その使いは罰なんかじゃない。あなたに与えられたその光は、長い時を超えて多くの人たちに受け継がれてきたの。その光を得た人たちは、時には大切なものを失いながらも必死で戦ってきた。その光が俺に。そう、ジュンは選ばれたの、その光の継承者として。でも俺にそんな資格があるのか。俺は君を。ジュン、私ジュンの写真が好きよ。え？ジュンは撮ってくれたわ。私がこの世界に生まれ生きていた証を。セラが生きていた証。私に嬉しかった。初めて世界が輝いて見えた。セラ、ジュンと出会えて本当によかった。ありがとう。守ってあげて。大切な人たちをその力で。くらえ。俺は今度こそ守ってみせる。この光で。それが俺に与えられた使命だ。力とは、他者を支配し圧するためにある。それに気づけぬ貴様が俺に勝てるはずがない。しかし、教えてくれ。最後の一発をどこに撃つべきかを。ウルトラマンのエナジーコアを撃ってください。ウルティメイトバニッシャーはウルトラマンの放す破壊光線の光電子マトリックスを元に作られました。蘇生データを修正すれば純粋なエネルギーとして還元できる。カモン、この一発をお前に託す。
大丈夫です。立て、ウルトラマン。距離はもう完全に消えかけていたはずだ。この力は決して希望を捨てない人々のためにある。それに気づけるお前が勝てるはずがない。希望を忘れるな。俺は無敵だ。断じて負けはしない。姫屋さん。コモン、光は絆だ。光は絆。誰かへ受け継がれ、再び輝く。その言葉だけを残し、姫屋純は消えた。